じゃーんこれがサイバスター頼んだぜ白黒いっけサイフラッシュじゃーんこれで完成サイバード形態これさ、めっちゃよくできてるよね。我が名はゼンガー。ゼンガーゾンボルト。ボタ,ボタファの秘密基地ボタファの秘密基地 あーゼが呼んでる。動画をご覧に皆さん、こんにちは、おたはです。今日紹介するおもちゃは、これだスーパーロボット対戦、コンポジット経営、魔装機神、サイバスターだ <laughs> おー、全国のガング野郎、スパロボー野郎、集結だ今回の動画が面白かったら、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。それから、ちびっこもぜひ、大人と一緒に見てね。それでは、早速レビュー行こう スパロボ好きな人はーい <laughs> めっちゃ大好きです。さあ、このスーパーロボット大戦今年で30周年というわけでね、各所でいろんな動きがあります。センチネルさんからはなんと待望の変形合体する SRX が発表されたりとか、あ、ま、の、今後ね、 もうじきね、発表アナウンスがあります。それから、なんといってもね、バンダイさんからは、ハイグレードのサイバスターがね、キットが発売されると、結構ね、いろんな動きがあります。まあ、そんな中でね、今日はこのサイバスター。過去に発売されたおもちゃでね、あの、遊びながら、懐かしみながらね、ちょっと見ていきたいなと思います。さあ、お待たせ。これはどういったアイテムなのかというと、まあ、バージョン系ですね。カトキはじめさんが、まあ、新たにこう、リファイン。 リ,リデザインというのかなまあ、かっこよくなった。ブラッシュアップされたサイバスターとなっていて。で、これは限定版となっていて、スーパーロボット体制20周年記念の時に発売された、マスオキシンカラーエディションとなっています。通常バージョンとはパッケージが違ってます。で、こっちはね、あの、通常版は、あの、シルバーが基調としたカラーになっていて、こっちはね、パールコートされた。あの、綺麗な感じのやつですね。<laughs> 開けよう開けろ開けろ じゃーんこんな感じ。でね、この商品何が魅力かって言ってね、そう。サイバードにちゃんとね、変形するんだよね。あ、で、特典があります。この限定版の方には、ファミリア。あのね、白と黒っていうね、あの、まさきには猫がいるんです。で、その、あのまあファ、ファミリアがね、ファミリアがついてます。で、通常バージョンには、ハイファミリアがもともとついています。バニティリッパー。あの、ごめん、あの、 歴史長いじゃん。<laughs> でも僕、最近の、あの、設定とか、詳しくはわかんないけどね、バニティリッパー。これ、あの、OG シリーズなんかでも出てくるけど、もともと設定はあったみたいですね。分割して二刀流になります。ディスカッターとかね、豊富な手首パーツとか、バックパックのパーツにサイバードの機種。そして本体ですね。 で、ディスプレイスタンドなんかもあります。で、ブルーが基調となっているパールカラーで、綺麗なんだよね。というわけで、いろいろ組み立ててね、まずは本体から、じっくり見ていこうじゃーんこれがサイバースターあの曲聞こえるリーリーリー。もうこれ、ね、見ただけでめっちゃ流れる。いや、かっこいい。これがサイバースターです。2回目か。 改めてこのサイバスターってさ、このデザインが完成されてるよね。一応ね、簡単に説明すると、このサイバスターっていうのは、その30年にわたるね、長い歴史のスーパーロボット大戦の中で、一番最初の、まあ、オリジナルロボットですね。で、この魔装機神っていうのは、火、え、なんだっけ、火、水、地、で、風か。うん。で、風の魔装機神ですね。パイロットはまさき。 で、さっき言った、チロっと言ったんだけどね、白と黒っていう猫がいて、で、あの、いわゆるファンネルのようなね、遠隔攻撃をするんだけど、まあ、これがファ、えー、ハイファミリア。で、こっちがファミリアって言うんだけど。で、まあ、こういう遠隔操作する時のね、あの、白と黒っていうね、猫がいて、<laughs> いやー、なんかね、童心に変えるね、これファ本当に。この動画を見てるあなたは、サイバスターあの、いつ知りましたか 初めての、あなたにとっての初めてのサイバスターはいつですか <laughs> 僕はね、第4次スーパーロボット対戦ですね。いやー、もう本当にかっこいいです。ちょっとね、近くで見てみようか。あ、今ね、手にはね、ディスカッターというね、武器を手に持っています。で、これはバージョン系。カトキはじめさんがね、こう、 改めてこうブラッシュアップしてるんで、全体的にかなりシャープな作りとなっています。各部、あの、パーツがまず多くて、いっぱいあります。で、エッジがすごいビシビシに立ってるパーツがね、とにかくいっぱいあります。で、このカラーなんだけどもね、さっき言った通り、こうパール仕上げになってて、こうブルー調のカラーになってます。で、顔はこんな感じ。かっこいい顔になってますね。かなりシャープ。うーん、まあ、とにかくね、全体がシャープな作りになってて、塗装も綺麗だし、このグリーンのところ。 こういったところはクリアパーツになっていて、質感がとてもいいです。こんな感じ。で、墨はちょっとこうブルー系のやつで、うん、入ってる。このサイバースターの色味ってさ、その、いつ知ったかとかでさ、自分の中のサイバースターって結構イメージ違わない僕はね、なんかこう、ギラッとしてるシルバーなイメージあるんだよね。なんかこう、フラットな感じよりも、もっとこう、ギラついてるシルバーっていうイメージがあります。まあだけどね、これもね、十分かっこいいです。 あなたはどんなイメージがありますか大きさはね、後で比較するんだけど、まあ、ハイグレードのガンダムより一回り大きいぐらいでね、あの手に持つとこんな感じとなっています。で、このサイバスターはね、全身がフルアクション仕様となっています。というかね、いろいろね、動いちゃうっていう言い方が正しいかな。ちょっとね、ふにゃふにゃしてたんで、レビュー前にね、いろいろ調整したんだけどね、もともとかったような気はする。えー、肩アーマーなんかもね、こう二つになってたりとか、ここも別パーツになっています。 で、あとはこういう風に稼働したりとか。まあ、ポロリ気をつけながら動かすって感じだね。あとは、あーパーツがね、かなりシャープなんで、えー、手、手気をつけたりとか <laughs>、しながら動かすって感じで、いわゆるまあ、アクションフィギュアみたいな感じになってます。手首はボールジョイントになっていて、いろいろね、あの、表情のついた開き、開き手とかね、うん、握り手とか、いろいろついています。まあ、各部のアーマーがこんな感じで動いたりとか、こう粘土化しながらちょっとずつ動かすみたいな感じです。足結構緩かったかな。 こんな感じで足を上げたりとか。ここは変形機構が盛り込まれています。こんな感じでね、大きく曲がったりとか。あ、ごめんごめん。今、可変ギミック。<laughs> いじり心地なんとなくわかるかなうん。結構繊細な感じです。で、あの、足はね、全部、えー、こんな感じでね、変形の都合、稼働します。で、後ろは機種ですね。この機種の部分もかなり、アンテナの部分の先端が、シャープです。 破損注意だね。クリアパーツになってるとかね。とにかく、いい出来ですね。このバインダーの裏側とかね。こういったところも、色分けされていて、造形も細かいといった感じです。角悟を動かして、アクションディスカッターをちょっとかっこよく構えさせてみました。余談なんだけどさ、ごめん。<laughs> 話したいことがいっぱいあるんだけどさ、僕はサイバスターね、第4次スーパーロボット大戦って知った時に、あの、カラオケモードっていうのがあってさ、BGM とちょっとしたなんかかっこいい映像流れるんだけど、もうサイバスターのやつずーっと聞いてたね。これが基本、基本武装というかね、結構これをディスカッターをね、使います。あとは何があったかなカロリックミサイルって言って、まあ昔のスパロボはこう、パーンってこう弾出るだけなんだけど、最近のカットイン見たらなんか、 この辺からね、なんかが出てたね、カロリックミサイルとかね、いろいろ武装があります。浮遊感のあるポーズにするとこんな感じ。付属のディスプレイスタンド以外にも、市販のディスプレイスタンドもいけます。でね、こんな感じにして <laughs>、ハイファミリアを飛ばすみたいなね。ファミリア使いがアライニアみたいな。まあこう、なんていうかね、ニャー言葉でね、結構喋ります。頼んだぜ、白、黒。こっちが、あ今回特典のファミリア。 ファミリアもハイファミリアもどちらも造形がかなり細かいです。続いては武装、バニティリッパー。造形はこのようになっていて、それぞれの宝玉の部分がクリアーパーツとなっていて、質感がとってもいいです。こんな感じ。で、設定通りにこう分割します。で、ここのパーツを取り外し、グリップを取り付けると。差し替えにはなるものの、このようにね、二刀流になります。 手に持たせると、こんな感じ。アクション動かすとこんな感じで、改めてサイバスターって動かなさそう動かすと大変そうなんだけどね、このパーツの分割や関節の構造など非常によく考えられていて、かっこいいポーズがね、こんな感じで決まります。再び合体させると、こんな感じ。それから、こんなポーズちょっと煽りで構えてみました。 いっけサイフラッシュそう、サイバスターってマップ兵器あったよね。マップ兵器といえば、必中、努力、幸運とかね。<laughs> なんか懐かしいです。さあ、サイバスター形態最後は大きさ比較。ロボット魂のガンダムと一緒に並べるとこんな感じ。 そうだね。これと比べると一回り大きいんだけど、元々の設定確かさ、ほら、30メートル近いんだよね。28メートルくらいあるから、まあ、スケールとして見れば結構小ぶりなのかなと思います。次。アルトアイゼンですね。スーパーロボット超合金。これと一緒に並べるとこんな感じ。発売時期同じぐらいだったんじゃないかなと思います。これもね、ずしっとしてすっげーいいです。あとは、突起を並べようか。突起。あの、いわゆるスーパーロボットだね。 じゃーん。グルンガスト。これは、えっ、ー、とね、マックスファクトリーの、お組み立て式のソフビーキットだね。あとは、そうだね。こんなのもあります。じゃーん。我が名はゼンガー。ゼンガーゾンボルト。こういうのもあります。これは、えー、ワンフェスの若丸屋さんというね、ディーラーの、おー大ゼンガーですね。この動画を見てるあなたは、スパロボの あの、ロボットでね、何が一番好きですか僕はね、やっぱね、大前がずっと好きなんだよね。結構いろいろな立体物あります。こっちはね、ガレージキットになってます。いいねあとは、今後発売予定のね、センチネルさんの SRX とかさまあねサイ、サイバスターもね、ハイグレードで出るから、すっげー楽しみです。まあ、こんな感じでずらっといろいろ並べると好きです。大前川も好きだし、あとね、僕、フェアリオンっていうね、うん、フェアリオンも大好きですね。 他のスーパーロボットたちとの比較はこんな感じ。さあお待たせサイバースターからサイバードにね、チェンジします。というわけでね、チェンジ今回のサイバードへの変形、オタワーテクニカルレベルズバリ3かな工程はすごい少ないんだけど、かなり慎重にいろいろパーツを触るような感じだね。というわけでいこう。まずは手首を外す。ここはね、取り外します。で、えー、サイバードの機種。 これを差し替えになるんで、一回取り外す。で、ここからスタートですね。ちょっとね、ゆっくり味わいながら行こうじゃないか。バックパックがこのようにね、展開します。そしたら、あ腰の部分がね、前後に、えー、スイングするんで、少し前に持っていきます。こういう感じ。ちょっとかがませるような感じですね。そしたら、頭部を収納。これね、破損注意です。顔が隠れるようにちょっと押し込む。 よーく見るとね、目がちょっと見えるんだけど。まあ、こんな感じにしますね。あとはなんか細かい位置合わせ変形みたいな感じです。この肩と腕。これをこっち側に持ってきて、このパーツも回転するんで、位置を整えると。うーん、これが、これになったのはちょっとわかるかな。こういう感じで位置をチェンジさせて、まあ、細かいとこを動かして、手首をね、あごめんごめん、近くでやろうか。 まあこういう、この辺って感じ。腕を曲げる。反対側も同様。腕を曲げて、えー、このアーマーも下げて、で、腕を曲げると。こう。まあ、大体、こんな感じですね。形を整えておく。そしたら、今度は、足ですね。4箇所。これを内側に持ってくる。カかカと。こんな感じ。反対側も同様。 いろいろね、いじってる時、ポロって取れなければいいんだけど。<laughs> こんな感じにし、足を引っ張ると、ここが伸びて、内側にこう中に入ってるのが見えるかな。このアーマーパーツがね、こう中に入っていきます。で、さらにこう曲げていくと、こう綺麗な取り足になるわけです。ここね、よく考えられてます。で、こんな感じのね、取り足にしたら、さらにこう曲げると。こういうことですね。こんな感じ。 で、各部のアーマーをどかしつつ、怖い。<laughs> こんな感じでね、こっち側に持ってくるわけです。さあ、反対側も同様。足を引っ張って、アーマーを内側に入れると。こういう感じ。で、これを曲げると。こういう感じですね。ここをよく考えられてるなと思います。で、これを、 こっちに持ってくると。アーマーを気をつけながら。まあこういう感じにするわけですね。そしたら、各部ね、調整して、フロントアーマー。これを起こして、ここに穴が開いています。さっき取り外したサイバースターの機種はここに来るわけです。これを、ここに取り付けると。こういう感じになります。あとは、そうだね、細かいところ。まあこの辺を。 ちょっとこう、後ろに持っていったりだとか、これがね、こういう風にしたりだとか、この部分ですね。これをちょっとこう、形を整えてあげると、よりっぽくなりますね。じゃーんこれで完成サイバード形態これさ、めっちゃよくできてるよね。手首を取り外したのみですね。キッシュの部分が差し替えだけど、パーツを交換するわけじゃないからいいなと思います。でさあ サイバスターってやっぱり角度限定かなと思います。どうしてもちょっとこう無理がある。だからあの、何劇中というか、あのー、カットインとかさ。ああいうのでもう本当に横から見たらこんな感じうん。これが一番かっこよく見えるかなと思いますね。こんな感じ。スタンドにセットしてみました。改めてね、ちょっとぐるっとよく見てみようよ。多分さ、この角度だよね。これが正しい位置だよね。うん。 非常によくまとまっています。特にこの足のまとめ方とかね、なかなかいい感じの変形なんじゃないかなと思います。だから正面から見ると、まあなんていうか、ちょっと違和感があるというかね。うん。だけどやっぱりこの角度だよね。いいですね。自分の世代だと、このサイバードに変形した時ってさ、要するに巡航形態なんだよね。あの、移動がさ、より遠くへ行けるみたいな。うん。それが、 メインだったかなと思うんだけど、い,いつだったか、アカシックバスターっていうね、技があって。あの、魔法人を描いて、そこから火の鳥が出てきて、その火の鳥がね、こう特攻していくみたいな。うん。その、ち召喚した火の鳥だったんだけど、いつの間にか、こう、アカシック、サイバードに変形して、それがなんかこう火の鳥のようになって、こう、特攻していくみたいな。 いわゆるライディーンのゴッドバードみたいな感じになって、それが結構印象的だよね。あ、か、この角度から見るとめっちゃかっこいい。こんな感じだわ。うん。まあ、SD 投信だったあのドット A と、まあ、リアルのね、ちゃんとしたロボットが変形すると、まあ、こういう感じになる。だけど、かっこいいね。ちゃんと変形再現できてるところがいいです。 あのさっきのカラオケモードの話して申し訳ないんだけどさ、その一番最初サイバスター出てきた時、こうサイバードになってて、でなんかこう、白とか黒、ファミリアを飛ばすみたいなあ、描写からね入るんでね、それがなんか <laughs>、すげえ懐かしいなと思います。一通りの遊び方はこんな感じというわけで今回のスーパーロボット対戦、コンポジットバージョン経営、サイバスターマスオキシンカラーエディションのレビュー、いかがだったでしょうか 直撃世代のあなた、スパロボが好きなあなた、楽しんでもらえましたか知らない人もね、初めて見た人も楽しんでもらえたなら、本当に嬉しく思います。いや、大好きな、サイバスターが大好きな自分にとってはたまらない一品となっています。改めて発売されて10年経ってるんで、まあ、少し前のおもちゃという感じですね。触り心地としてはレビューをご覧いただいた通り、えー、なんていうのかな、こう、ぐりぐり、ガシガシ遊んで楽しむようなものではないまあ、こんな感じでさ。 ポーズを決めて、ちょっとこう飾るみたいな。うん、そういうのに適してるかなと思います。さあ、今度ね、発売予定のバンダイから発売されるハイグレードのサイバーサー。そっちの方はね、差し替えで、ちゃんとね、そっちも変形できるそうです。それも楽しみだよね。いや、これからのスパロボ30周年ということで、本当に楽しみにしています。これからもずっと大事にします。今回の動画 面白かったら楽しかった。参考になったという方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それからね、僕は Twitter、公式 LINE アカウントがあります。お友達の追加もどうぞよろしく。あと、どんなことでも結構です。おー、たファぁ、俺サイバースター大好きだよとか。あ、僕の、 初めてやったスパロボはこれだよとかね。僕はオリジナルのロボットでこんなのが好きとかね。こんなアイテムの発売がすげえ今から楽しみとか。どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。また好評のようであればね、スパロボ系のロボットのもね、レビューしたいなと思います。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたおでしょまたねー